ゆりかの競馬夢予想。皆さんこんにちは。こんにちは。TNC テレビ西日本アナウンサーの佐藤ゆりかです。YouTube なら毎週会えるアナウンサー川崎聡です。文言変わった。え？よろしくお願いします。毎週進化よ、進化。進化進化。さあ先週ですけども、はい、CBC 賞。CBC 賞。はい、よかよかだね。惜しかったですね。5着と。頑張ったけどね。掲示板には入りましたけどね。だってでも1分6秒フラットでしょ、勝ち時計、はい。そうです。そう。ねえ、やっぱちょっとね、もうちょっと本当はね、和田ジョッキーも言ってたんだけど、途中、道中、うちに潜り込めたらっていうことも言ってたけど、でもね、掲示板に乗りましたよ、よかよか。本当そうですよね。だって JRA のレコードを、うん、もう土曜日、日曜日と更新レコードがどんどん出てって、うん、そんな中で頑張りましたよね。そうそう、それもね、上の世代で走ったわけでしょ、今回はね。うん、だから、これ、1200m のコバと一緒に走る、これ慣れていけば、うん、次どこに出るか分かんないけれども、小倉でね、また走ってくれたらいいんだけどもね。そうですね、うん、さあ今週も予想していきましょう、うん、でも先週さ、はい、見て、あ、そう、え、うん、そうなんですよ、私よかよか本命で相手4頭書いたんですけど、うん、見てください、私ちゃんと1着のファストフォース、うん、2着のピクシーナイト、うん、3着のアウィルアウェイ全部入ってるんですよ。すごくないですかこれ。俺もさ、ちゃんと2着入って2着だけ、うんうん、相手は相手完璧だった。相手完璧で1頭しかいないじゃないですか、うん、私ちゃんと4頭中3頭いたんですよ、ね、そんなねたくさん書かないの川崎さんいつも、ね、いつも2枚ぐらいになってるじゃないですか。いや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 、まあ、2枚書くなんてそんな持ってるほか。今週はプロキオンステークスです。はい、なんと小倉では22年ぶりのダート重賞があるんですよ、うん、ねえ、ダートの重賞ほんとなかったもんね、うん、あれ前回の時はウィンターステークスでもね、距離がね、うん、2400だったんだよ、確かちょっと長いですね、24のダートだった、うんうん、だから1007ダートの小倉での重賞っていうのはおそらく初めてじゃないかな。あ、そうなんですね、うん、そうそう。それとさ、この雨ですよ。そうなんですよ、小倉ね今雨降っていて、うんうん、現時点で金曜日時点では、うん、ダート不良っていうことに、ね、なってるんですよね。そう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 、うん、金曜日のお昼までだけで40ミリ近く降ったんでしょ。あ、そうなんですね、うん、で土曜日曜も雨予報だからね、うん、これはね分かんない。そうですよね、先週ねレコードたくさん出てるからこそ、うん、今週のねババがちょっと気になりますよね、うん、そうだね、普段だったら小倉のダートってやっぱり先行有利っていうところがあるんだけど、うん、これが果たしてどうなるか、わ、もしかしたら水の浮くようなダートになってしまうかもしれない、うんうん、はあ、予想難しいよこれ。それも含めて予想していきましょう、うん、はいはい、はい、私の本命はこの馬です、うん、じゃん、11番のペプチドバンブーです。きた、ペプチドバンブー、ペプチドバンブーです。結構これ穴馬かなと私思うんですけども、うん、はい、なぜペプチドバンブーにしたかと言いますと、うん、やっぱりね雨ということで、はいはい、先週はやっぱり先行逃げの決着が多かったんですけども、うん、足抜きのいい馬場になるということで、うん、ちょっと差し追い込み馬を狙いたいなと思いました。極端じゃないペプチドバンブーそうなんですよね。でもペプチドバンブーは、うん、実は道割る大得意でして、うん、でこの小倉ダート 1700m で参戦して1勝2着2回と好走してるんですよね、はい、はい、うん、はい、まあ、距離延長しますけどもやっぱりこの末脚なら刺してくるはずだと思いましてペプチドバンブーにしました。道割る得意なので、うん、かけます。あ、ババ悪いから、はい、そうなんです。僕らの後も刺しが効くと、はい、私はそう予想しました。うん、そして気になる相手ですが、うん、気になる馬はこちらです。3頭挙げてます。こちらです。まず9番のウェスタールンド。やっぱりね、はいはいはい、昨年重賞5戦して全て3着以内なんですよね、うん、安定してますよね、うん、でこの小倉ダート 1700m 同じ舞台でも勝ちの経験もありますし、うん、なんといってもねウェスタールンド勝てば JRA ダート重賞最高齢で制覇ということで記録もかかっているということなので入れました。9歳ですよ、うん、ね、すごいですよね。親近感湧くな。すごいですよね、うん、そして10番のサンライズホープ、今2連勝中ですよね。勢いがあります、うんうん、前回初ブリンカー
ということで、でそれで効果がかなりあったとミユキジョッキーがおっしゃっていたので、うん、これも引き続きちょっとね期待したいなと思って入れました。ほう、はい、そして3投目は1番の名称技師、1枠1番の逃げ先行馬場、これ入れようと思ったので、うん、はい、入れましたね。このね小倉だと 1700m も5戦して3勝してます、うん、はい、道丸も得意ですし、西村敦也ジョッキーも、まあ、ギベオン再びということで、はい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 、先行していってほしいなと思ってこの3頭にしました。なるほどね、はい、そう結構絞りました。で結構絞ったね。そうなんです。で買い目がこちらですね、じゃん、単幅11番のペプチドバンブ、ほうほう、はい、そしてワイドはボックスにしました。もう先週悔しかったので確かにね、はい、ボックスにしました。11番のペプチドバンブー、ウェスター、9番ウェスタールンド、10番サンライズホープ、1番の名称渡し、キラキラのワイドボックス絞ったね。はい、にしました。私の本命はこちら、じゃーん、1番名称渡し。はいはい、私とね、うん、気になるも、ね、そうでしょ、うん、やっぱりねこれですよね、小倉ダーですよ。これどういうことですか。小倉ダート、うん、小倉ダートは5戦して、はい、佐藤さん言ってたけども3勝してるでしょ、はい、ね、もう絶好の舞台じゃない、うん、で小倉のダートの重賞はさっきオープニングでも話したようにほんと久しぶり、1007ダートの重賞は初めて、もうここはねチャンス、もう小倉の1007得意なんだから。あとね、先行タイプ多いじゃん、ここ。そうですね、やっぱ、うん、どの馬が花切るのかちょっとね、うん、前に行きたい馬が多いなっていう印象ですね、うん、その中で1番枠引いちゃったし、うん、で、まあ、後位から行ったとしてもね結構しぶといレースしてるんだよね、うん、でさらに言えばさ、前走は東京で8着だったけどあれは 2100m 距離長かった。で3月の休み明けから4走目なのかな、うん、だんだんこう絞れてきてんだよね、うん、で未来調教師も立冬で追い切りいい時計が出たと、状態はずっといいと。あ、そうなんですね、うん、気になる馬です。あ、気になる馬、うん、はい、いいですか。私も絞りました、はい、せーの、ドン、なんとですか、ドン、待って待って、多いじゃないですか、待ってね、続き矢印があるんですけど、はい、ああ、書けなかった、書けなかった、ほら、うんうん、相手多いからいつも、うん、まず9番のウェスタンアルンド、はい、まあ、これはもう敬意を表して敬意を表して、うん、それからね、うん、10番のサンライズホープ、はい、うん、佐藤さん言ったけどブリンカー、うん、ね、それから13番の大祭、あら、大祭ですか、うん、これ休み明け2走目、前走は確か大幅なプラス体重だったんで、うん、2走目に期待で、7番の名村亀太郎、亀ちゃん、うん、出来よし小牧太志、あ、え、インフンなんですか今。8番のこれからワイドファラオです、ね、ワイドファラオね、これ実績者が副長気配、うん、そうですね、唯一58キロですね。でね、迷った時には買えということで、はい、1頭だけなんですね、うん、もう1頭、はい、ダーン、あら、一緒、11番のペプチドバンブやった、一緒だ、理由は怖い怖い、うん、いや、ペプチドバンブにするか名称技師にするかどっちか迷ったの。あ、そうなんですね、うん、で名称技師を取ったんだけどね、あ、うん、じゃあ2人とも本当いいところっていうか似たような部分もありますね。そうそう、うん、これ取れるよ多分、取れる、うん、で買い方、うん、ね、じゃん、あ名称技師の単勝、あ、はいはいはい、うん、それから、1番から今申し上げた7番8番9番10番11番13番、うん、3連複一等軸、うん、これで完璧、もう出た完璧、あとはね馬場の状態をどうね予想に反映するかっていうところがあるんだけどもね、うん、あるんだけど、いや名称技師いけるんじゃないかなと、うんうんうん、1枠1番ですしね、うん、でやっぱり小倉得意っていうのがね、うんうん、で道丸こなすっていうのが、うんうん、それからペプチドバンブもやっぱり怖いしね、うんうん、これいけるよ、おお、うん、さあそしてですね、そう今週のゲストなんですが、うん、カンニング竹山さんいらっしゃいます、来た、そうなんです、冬、うん、冬の小倉でゲストで出ていただいた時に、うん、なんとね空手を本命にされて3連単20万馬券を的中されたんですよね、そうそう、はい、あの時はね福岡の皆さんだけお届けしたんだけれども、うん、うん、
いや、そのカンニング竹山さんが再びテレビ西日本に登場と。そうなんです。しかもね、うん、ダートが、ダートおじさんと呼ばれてるぐらいダートがお好きですから、そう、このプロキオステックスもどう予想するのか気になりますね。竹山さんの予想楽しみだね。そうですよね、うん、俺自分の予想に竹山さんの予想を加味して買おうかな。あ、また相手増やすのかな、じゃあ。うん、いや、でも一緒かもしれないしね、予想ね。あ、そしたらもう安心ですよね。いや、そしたらもう太鼓判、太鼓判、うん、もう完璧ペキ、完璧ペキが増え、うん、そう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 、うん、さあそしてもう一人、うん、小倉競馬広報大使の稲富奈穂さんもいらっしゃいます。稲富奈穂さん、はい、稲富さんもですね、うん、あのディープ記念ですかね、うん、タイトルホルダーを本命にされて、うん、的中されてるんですよ。そう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 、はい、うん、稲富さんもね、TLC に来た時にツイッター上げてくれてね、川崎アナに会えて嬉しかったですって、うん、そんなあの嘘か本当か分かんないことを書いてくださいね。嬉しいはずですよ。え、なんで？きっと嬉しい。そうだよね、うんうんうん、僕らのね競馬ビート午後3時から放送します、うん、ぜひご覧ください。はい、いや、小倉競馬場もね、ほんとあの90周年のあれスペシャル動画、はい、見た？はい、見ました。自分が出てるやつ、はい、どうだった？どうだった、うん、いや、あの、ま、本当にあのレジェンドアナウンサーの方と、うん、私フォト散歩って言ったの、フォト原さん、うん、雨上がり決死隊のフォト原さんと、うん、レジェンドアナウンサーの方と散歩させていただいたんですけど、うん、まあ本当にいろんな話を聞けて、うん、楽しかったですね。小倉の歴史が分かったでしょう、うん、うん、俺はね、やっぱりあの杉本清さん、白川二郎さん、藤田直樹さん、皆さんね、ジェントルマンなんですよ。お、うん、あの決してあの収録中に俺とか言わないでしょ、うん、俺さ、ほんと YouTube で俺俺ってなんか詐欺師みたいだなと思って、うん、なんか反省してる、反省してる、うんうん、来週から上品に予想しようかな。上品に、うん、多分川崎さんにはほど遠いかと思います。本命でございます。本命みたいなね。ああ、うん、ちょっとやめといた方がいいんじゃないですかね。あ、そう、分かった分かった、はい。